おはようございます。どうも、後藤照樹です。今日は、お前たちに、伝えたいのは、胸を張って、堂々と生きろということをちょっと伝えたいと思います。一応タイトルにはね、個人情報保護とかプライバシーなんてもう存在しないみたいな、ね、タイトルにしようかなと思ってるんですけど、どういうことかというと、まあ、僕、ちょっとあるお店、利用して、そこの接客がすごく良かったんですよ。で、そこのお店は、利用した後、ちょっと経つとメールが送られてきて、そのお店の中で一番輝いてきた、店員の名前を教えてください、書いてくださいっていうのがあるんですよ。でも僕、名前なんてさ、利用してて知らないじゃん。でもあんま覚えないから、俺名前も。顔は覚えるかもしれないけど、顔も名前も覚えない。俺あんま覚えないよ、他人に興味ないから。あの人良かったなとか思ってても、名前知らないし、名前覚えようっていう、あんまないわけよ。なぜかっていうとさ、やっぱ個人情報とかさ、プライバシーとかあるから、名前を覚えるの悪いかなみたいなのもちょっと俺はあるわけ。俺も。だからあんま知らなかったんだけど、でも、これ書いてあげないとさ、その人の得点にならないわけでしょ？おそらくそれ書いたらさ、その人の評価が上がるわけよ。そのアンケートなんかにさ。あ、でも、俺名前知らないから書けないわけよ。あ、で、そういうのあって、で、すごいいい接客があって、あれに書こうと思って、それで俺名前を聞いたわけですけど、名前を聞かなきゃいけないから、聞いて、ちょっとこうこうこうでアンケートがあって、ここあるんで書いてもいいですかって教えてもらったけど、だからもうそういう時代なんよ。でもさ、もう怖い人名前、だから俺、客に名前を教えるとか怖いでしょ。でも客に名前を教えるっていうか、もうそもそも名札で書いてあるんだけどね。名札で。俺みんな見てないだけで。じっと見るのもあれだから、もう俺は正直に言うタイプだから書きたいんで、ちょっと教えてくださいって言うよ。だって俺目も悪いしさ、じっと見ないと分かんないんだよ。だからもう聞いたけど、よくよく考えたらさ、お前たちっていうかさ、アルバイトとかさ、しててもなんかこう、名札とか付けさせないんじゃん、名前書いて。みんなそうじゃん。で、顔もさ、露出しなきゃいけないでしょ？マスクとか、マスクもぐらいいいけどさ、サングラスして隠すなんてできないじゃん。名前さらして、顔もさらして、それで仕事したりするわけでしょ。もうそれ当たり前じゃん。プライバシーとか個人情報守れないよね、完璧には。だって、今の時代さ、もう、みんながさ、もうメディアになってるわけじゃん。こうやって動画撮って。俺だってさ、これテレビ局みたいなもんじゃん。ネットで流してさ。ネットで見るからテレビで見るからの違いじゃん。俺がもう、ね、悪いやつだとかでさ、だったら、ああ、可愛い子見つけたと思って、こうさ、なんか、スマホでずっと盗撮してさ、名前なんだみたいな感じ見てさ、それで、なんかこう、コレクションにしたりさ、ネットで上げたり、そんなんできちゃうんだから。やろうと思えば。で、それはもう最終的にも、なんか、保護できないよね。もう自分たち、なんかもう人の、良心とかモラルに委ねるしかないじゃん。だから俺は、学校で道徳教育とか、終身教育、まあ、教育直後とか、ま、勉強すること大事なんだと俺は思うけど、そういうモラルをね、守る、その倫理とか、そういう、ね、教育大事だと思ってるんだけど、まあ、俺が言うなって話なんだけど、俺みたいな人間、俺はいい、まあ、いいや、その話やめろ。まあ、だから、もう1億3000万人、総有名人化、総芸能人化になってるんですよ。今までは、一般の人と有名人、芸能人、境目が必ずあったわけ。ネットがなかったから。まあネットはあったけど、最近、近年。あったけど、もうテレビ、なんか有名人と芸能人と一般人って分かれてたけど、今はさ、もう一般人の方がさ、ちょっともう YouTube とかで有名になったりさ、TikToker とかでちょっと有名になったりとかさ、そうなんか、一般人の人がもう、ニコ生の人もそうだろ？ちょっと有名人化されてさ、もう境目がもうすげえグレーゾーンになってきてるわけ。だからもうみんな一人一人が、有名人、芸能人みたいになっちゃってんの。なっちゃってるし、撮る方も、その、ファンの方も、もう、なんていうんですか、それ自体がもう放送局みたいになって、こう、その人たちのプライバシーも勝手に取れちゃうわけ。だからもう、逃げ場なんてないんだよ、個人情報を保護しますって言っても、保護しきれないんだよ。考えたら俺そう思ったね。だって、ね、保護しようと思ってもさ、
調べようと思ったらもうどう考えても調べられんじゃん。なんだったら探偵とかさ、利用したらさ、もう簡単に調べられちゃうんだよ、そんなもん。うん、やってないだけで。でやるやつはもうとことんそういう風に調べちゃうから。無理なんだよ、防げないんだよ。うん、だからもう、堂々としてね、胸張って生きるしかないんだよ。俺はそう思う。もちろん、防ぐこと、防げるなら防ぎたいってなるけども、防ぎきれないよ、これ、マジで。うん。あと、ネットとかでさ、ネットでは匿名、まあ、これホームページにも書いてんだけど、ネットでは匿名で活動して、実際は、自分のそのリアルの名前とかそういうの、分けてる人とかいるけど、もうそれも分けれなくなるから、将来的に。っていうのは、AI がもう普及して、もうどんどん頭良くなって、まあ、ネットと AI が繋がって、物とかいろいろなのが繋がっていくと、もうね、人間からはバレないかもしれないけど、もう AI からは、お前のその活動動きはもう丸分かりだから、もうダダ漏れしてるわけ。うん、情報が。で、まあ、ネットでね、匿名で、なんか、クソリップとか、すごい、ネガティブなことばっかわーって書いてたら、もう、それ特定されちゃうわけ。現実のこういうやつが、書いてるって。ネットで、もうめちゃくちゃ書いてることと、もう、現実の、その、人間がもう特定されちゃって、あ、こいつは危険なやつって、もう、AI にそういう、危険な人物として認定されちゃうわけ。うん。だから、現実世界でね、こう、愛想よくしててね、ネットでね、なんか、わーみたいな感じでやってるとね、もうそれバレちゃうから。うん、そういう人間は、AI から嫌われて、淘汰されちゃうというか、うん。まあ、選別ね、人間を選別することってあると思うんです、AI が。いずれね。まあ、ホームページで書いてあるけど、人間をね、AI が選別する、まあ、する時代が来たとしたらね、来たとしたらという表現に留めるよ、こう、今はね。そうなったとき、こいつは世の中に役に立つ人間、こいつはダメな人間って選別が始まるわけですよ。それはじゃあ AI が、どうやってやるかっていうと、AI がもう、蓄積でしたデータ、だから、もはや今、ね、Amazon だとかさ、いろんなさ、なんか、Amazon でも何でもあるけど、個人情報とかさ、自分の趣味とか、まあ、Facebook とかもそうだけどさ、記事とか書いたりして、まあ、Twitter とかでもそうだしさ、そういうの上げてんだろ。で、こいつはどういう思想の持ち主だ、政策の持ち主だとか、どういう趣味があるのかって、もう全部蓄積されてんだよ。お前把握されちゃってんだよ。まあ俺はさ、捨て身でもう生きてるから、もう死ぬ気で生きてるから、いずれ死ぬから別に、もうどうでもいいんだけどさ、お前がね、もう長生きしようと思ったらね、そこら辺ね、ちゃんと節度持って生きないと、お前選別されちゃうから。うん。だから、もう区別とかないんだよ。うん。プライベートだから無茶できるとか、仕事中だからちゃんとしなきゃいけない。ないんだよ。もう、プライベートも仕事中も、ありのまま、もう素の自分、本音でもう堂々と胸張って生きるしかないんだよ。うん。もうそういう時代だから。もう監視されちゃってるから。うん。そういう風に生きないと、いけない時代。だから逆に言えば、人間が強くなるよね、人間力が。だって、普段の自分も、仕事中の自分も、一緒にしなきゃいけないんだから。自分のその人間力上げないと、もう淘汰されちゃう、選別されちゃう時代だから。うん。だからもういろんなね、過激なこと書いてたりね、いろいろそういうのがそういうのしてね、あ、こいつは危険しそうな人間だ。まあ俺は別に危険しそうでも、まあでもいいよ別に、俺もう死ぬ気でやってんだから。死ぬ気で世の中変えようとしてんだから。だって政治家って暗殺される職業じゃん。うん。だからもうそういうつもりで生きてるから、いいんだけど、お前らはさ、別にそんなね、長生きしようとか思ってるだろうし、別に暗殺される格好で生きてるやつそんないないだろうから。だからね、もしね、長生きしたいとかさ、幸せに生きたいと思うんであれば、もう、まあ内面も外見もね、向上するというか、ネットだからこうとか、仕事だからこうとか、使い分けんじゃなくて、プライベートもネットも、仕事も、もう共通化させなきゃダメ。共通化させて、もうすべて、同じにして、人間力を上げていく。もうそうなると、だから、裏表、なんか媚び売ったりとか、そういうのはもう通用しなくなるから。バレちゃうから。人間にはバレなくても、AI には少なくともバレちゃうし、ね、ちょっとした行動でも、もうビデオカメラとか映ってたり、なんか誰かがスマホ撮ってたりとか、そういう時代になってるから。
うん、だからもう堂々と生きるしかないんです、うん、堂々と自分がね、堂々と言ってのは別に法律守りなさいとかそういう、まあ、それもそうだけどっていうよりも自分ね、自分に堂々として自分がその、あの誇らしくないことをしないというか自分がこう生きるんだって思って堂々と胸張って生きるようにしないといけないと僕は思ってるんだよ。だから俺はあの俺らしくねマイペース好き勝手生きると、何かねあった時、いや俺はこういう風でこうしたんですって言えるような生き方を俺はしてると思う。だから世間からしたらね後藤輝樹頭おかしいみたいなそういうの思われるかもしれないけども、いや俺は俺なりの理由があってこうやってる、俺は、俺なりの人生こういう風に生きようと思ってこうしてるっていう風に、堂々と生きてほしいんだよ、うん、だから僕はタイトルにそういう、もう個人情報保護なんてないと、プライバシーなんてないと、あの個人情報もね保護されるべきだしプライバシーもね、守られるべきだと俺は思うんですけども、もうそれがね、保護しきれなくなる、守りきれなくなる時代になっている、もうなってな、もうよりどん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 そうなるし、もうすでになってるし、うん、今ね君たちのですね情報はもう吸い上げられてるから、確実に個人情報、吸い上げられて、あの AI も蓄積してってるから、君たちが買ったものとか君たちの名前住所、年齢性別とか、何か書いた文章とか動画に投稿したものが全部 AI が把握しちゃってるから、うん、それはどん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 ますます、がっちり、把握されるようになってくるので、もう君たちはもう胸あのさらけ出して本音で人間力を上げて、裏表なくまっすぐ生きるしかないと、うん、それやんない人間はもう淘汰されちゃう、選別されちゃうんで、うん、まあそういうね、まあ気持ちで生きてほしいなと僕は思ってます、ということで後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。